空を行く魂。あれは昭和19年の9月15日の晩のことでした。いつもは夜11時ごろ、娘の千歳を先に休ませてから寝るんです。それなのにその晩はどうにも眠くてならんのです。体がとろけるようにくたびれて、私はもう寝るわ。どうもおかしいって言いましたら、母さん、顔がぼーっと赤い、熱があるんじゃないかって額に手を当ててくれて、もうおやすみなさい、あとは私が片付けておくからって布団敷いてくれました。それで私寝たんです。ところがどのくらい寝たのやら、ふっと気がついたら2階がぼーっと明るいのです。2階というても小さいたった一部屋きりで、そこが悟の勉強部屋でした。兵隊に取られるまで、あの子はそこで本を読んでおりました。その部屋がぼーっと明るうなって、にぎやかになっている。それで千歳に申しました。千歳、悟が2階におるからな。夕飯まだじゃろうから、呼んで食べさせてやってくれ。そう言うたんです。今母さん休んどるから言うて。さてそれから千歳はどうしたか、そこがようわかりませんのです。いつ上へ上がったやら降りてきたのやら、はっきりせんのですけど、そばへ来て言うのです。あのな、悟がな、言うんじゃ、一人で来とるのやない、一個中隊来とるのやから、大勢だから、姉ちゃんご飯ができたら呼びに来てくれ、そう言うてます。私はびっくりしましてな、兵隊さんの一個中隊言うたらどのくらいの数やらわかりませんけど、それがみなあの小さな2階の部屋に来てるって、どうもそこがしっかりわかりませんの。おかしいなあ、何を言うとるやら。それで私が2階へ上がったんです。ところがつまずいて上がれんのです。はしご段に何やらいっぱい置いてあって、普段そんなものは置いてないのに引っかかって上に行きかねるのです。おかしなこともある。そう思うてようよう上がってみたら、何やらむしろのようなものが一枚あって、サトルがその上に座っておりました。青ざめて黙って座ったまま、すーっと2階の窓から出て行ってしもうて、慌てて窓に駆け寄って、サトル、サトルって呼んだんです。振り向きもせん。見れば悟一人じゃない、数えきれんほどの兵隊さんたちが暗い夜の空へすーっと遠くなっていくのです。悟、悟、窓から身を乗り出して叫んでいたら揺り起こされました。やっぱり夢だったんですな。サトルは9月14日、ビルまで戦死したと知らせが来ました。一個中隊全滅じゃったと言います。夢かもしれん、うつつかもしれんけど、確かにサトルはあの夜、うちに帰ってきました。それは確かなことじゃと思うとります。三度来た遺骨。ビルまで戦死した悟の遺骨、受け取りに行って、今から思えば、私もバカでした。アホじゃった。こらえることができませんでした。何が戻っとるんか、この箱の中に何が入っとるんか、
母親の私が一目見たいというのに、なぜ止めるんか。サトルの骨、一目見たい。とにかく見たい。見せてくれ。そう言うて、私。ただもう子供のように、だだをこねました。本当に私見たかったんです。とうとう家のものも仕方ない言うて、その小さい白木の箱を開けました。川村悟の霊。白い細い亀切れに書いてある。それが一枚入っておりました。命をかけて出て行ったに、こんな紙切れ一枚で、どうして我が子が死んだと納得できようか。情けない。腹立たしい。もう大声で怒鳴りたい気持ちでした。どこかで生きとるんやないか。いや、きっと生きとる。そう思うて、それから四五年の間は、どこへも行きませなんだ。嫁に行った娘が、母さん、泊まりに来て、言うても、いや、うちを留守にはできん。サトルがいつ戻ってくるかわからんもの。もし夜中にでも戻って、私がおらなんだらがっかりする。どこにも行かんで待っとる。言うて、どこにも行かずにおりました。もう戻るか、もう戻るか。そこへ二度目の遺骨が来よりました。また開けてみたら、砂。ビルマの砂じゃ言うて、砂が少し白い紙に包んで入っておりました。追いかけるように三度目の遺骨が佐世保から来よりました。今度は木で作った位牌に、ちゃんと出生した日やら何やらいろいろ書いて、9月14日に戦死と念を入れて書いて、ああ、いよいよ死んだんじゃな。そう思うて、思うても諦めきれん。母親いうものは本当に諦めきれんのです。泣いたりすりゃ、天皇陛下に捧げたのに何を泣くって人が笑う。今だからこんな話できますけどな。戦争中は本にそうでした。そりゃ人の子だからそう言えるんです。我が子じゃったらそんなもんじゃない。だからこっそり山へ行っては、人のおらんところへ行っては、おお泣いて、ただもう、どうぞ生きていてくれ。山に隠れておってくれ。そればかり泣き泣き祈りました。だってそうでしょうが。三度、サトルの骨じゃ言うて、戻ってきても、サトルの骨のかけら一つあるでなし、信じられんのです。今でも信じられんのです。